Hi everyone! 今日はなんとトロントと日本の違いや感じたことについて4つ答えていきたいと思います。では1つ目、トロントではお酒を外で飲むことはできません。で、お酒購入時の ID 提示は当たり前で日本よりもめちゃくちゃ厳しいです。2つ目、カナダではお札がプラスチックです。で、今これちょっと20ドルのお札持ってきたんですけど、見てください、これプラスチックなので破ることできません。破れません。これもうなんかね、モノポリーで遊んで人生ゲームしてるみたいな感じ。3つ目、トロントでは、チップを払うのがマナーです。で、これ基本的に 10% から 15% は払うっていうのがもうマナー、礼儀になっています。で、自分最初は結構ケチケチあんま払わないようにちょっとずつやってたんですけども、礼儀なので今では、まあ、10% は払うようにしています。4つ目、トロントではサングラス率が高いです。もう夏場じゃなくても秋とか春でもちょっと日差し強かったらみんなサングラスみんなつけてますね。で、自分もそれに影響されてこちらでサングラスを購入しました。以上めっちゃ早口で喋ったんですけど、4つトロントに来て日本の違いや感じたことについて話していきました。それでは質問があったり、こういうことについて答えてほしいとか、いろいろリクエストがありましたらコメントしてくれたら嬉しいです。では次のビデオで会いましょう。 See you soon! Bye!